世界で一番好きな国はニュージーランドです。美しさにびっくりしました。本当に、街も洗練されてて、すごく都会ですし、日本と同じような生活ももちろんできます。ニュージーランドはとてもこう国民性が素晴らしいと思いますね。あまりこうそんなに多様な人種がいるというふうには思ってはいなかったので、私たち家族を快く迎え入れてくれて、ニュージーランドではちょっとおもてなしっぽい文化もあります。日本みたいにニュージーランドの先住民に、マオリ族という人たちがいます。マオリの方々はその土地を大切にしているところが日本ととても似ていると思いました。That comes from a word in Maori we call kaitiakitanga. We have a collective responsibility to our future generations. 自然に恵まれているので食材も豊富と、シーフードでありお野菜でありビーフでありラムであり、ニュージーランドのキングサーモンがすごく美味しいなと思いました。ニュージーランドで生産されるキウイフルーツは味品質ともに世界一だと思います。ニュージーランドには寿司もありますよ。もともと食べるものの文化もすごい近いので、なのでニュージーランドワインがマッチするっていう感じじゃないですかね。もうたくさん飲めちゃいます。そして美味しいです。ニュージーランドはリーディングワールドインホルティカルチャルテックインダストリー、全てのことにおいてニュージーランドは非常に進んでおります。ニュージーランドの面白いところはバイカルチャーであるということで、非常にユニークなものにしている、一つかなというふうに思ってます。ニュージーランドはすごくファッショナブルだと思います。カレン・ウォーカーももちろんニュージーランド出身ですので、 If you're interested in strong creative talent, then this is a great place to look. You have Mr. Jackson, all his movies coming from New Zealand. The studio he has made is one of the best in the world. New Zealand has an incredible educational system and incredible universities. 自由なエデュケーションを受けることができて、自由な考えを持つこともできたというふうに感じます。子供がすごく敷地の広い学校にいて、ニュージーランドは子供たちにとってすごく住みやすいところです。すごいです。ニュージーランド人はみんな素晴らしいラグビープレーヤーばかりです。ニュージーランドの人たちは歩き始めた時からラグビーをやっているからだと思います。一生に一回は絶対行くべきだと思います。ピュアな自分に戻れますじゃないけど、本当のなんか自分にね、ニュージーランドは私の人生を変えました。ニュージーランドで作られました。